清澄白川駅は、東京都江東区白川一丁目にある、東京都交通局、東京地下鉄の駅である。都営地下鉄の大江戸線と、東京メトロの半蔵門線が乗り入れ、接続駅となっている。それぞれ駅番号が制定されており、大江戸線が E14、半蔵門線が Z11 である。直営駅、島式ホーム2面3線を有する地下駅である。 中央の線は折り返しようで、両側にホームがある。門前、中町寄りに、木場車両研修場への改送線が存在するため、当駅発着の列車が設定されている。当駅で乗務員交代が行われ、いずれの列車も停車時間が長く取られている。ホームの壁面には、樋口昭一郎によるパブリックアート20世紀文明の化石が全面に渡って設置され、 20世紀の高度経済成長期に江東区で多く生産された工業製品のスクラップの再利用物が展示されている。4番線は左からビッグバンに始まる宇宙、銀河系、太陽系、日本列島誕生、さらに東京、江東地区、地下鉄などを表現し都市の再生で締めくくっている。また1番線は左から東京の街、 公共交通、自動車、工業、金融、コンピュータ、愛と続き、未来の展望を表現している。2011年4月23日からホームドアの使用を開始した。発車表は当初ホーム上にのみ設置されていたが、2020年よりコンコースにも新設された。乗り場島式ホーム一面二線を有する地下駅である。ホームは都営大江戸線より深い位置にある。 住吉側に折り返し用の引上げ線が A 線、B 線間に設けられており、ラッシュ時を中心に当駅で渋谷方面へ折り返す列車が多く設定されている。水天宮前川改札へ向かう出口付近は改作広報、それ以外はシールド広報で建設されている。乗り場発車メロディ2018年9月13日からスイッチ制作の発車メロディを使用している。 曲は1番線がカットグラス、2番線が万華鏡である。近年の1日平均乗降人員の推移は下表の通り。開業以後の1日平均乗車人員の推移は下表の通り。清澄白川駅の上を走る清澄通りから門前、中町方面を見る。当駅は清洲橋通りと清澄通りが交差する。成長山丁目交差点付近の地下に立地する。 周辺は、成長、白川、三吉、平野、深川となる。駅周辺は、清洲橋通りや清澄通りなどに沿って、店舗、マンションなどが立ち並ぶ。2000年代以降は、道順海清洲砂通りアパートの建て替えとして、建設された、イーストコモンズ、清澄白河をはじめ、付近に高層マンションが多数建設されている。近隣に、 大江戸線の乗務員基地である成長場を無管理所が設置されている。最寄りの停留所は、清澄通り及び清澄橋通りにある清澄、白川駅前、清澄通りにある清澄庭園前である。すべて東京都交通局により運行されている。隣接する付近の2つの地名、成長王と白川に由来する。なお、計画上の箇所は成長であった。出店。 ありがとうございます。